皆さんこんにちは。ライフハックアニメーションです。突然ですが、健康診断で肥満であることを指摘されたり、もしくは肥満の一歩手前であることを指摘されたりはしていませんか？男性であれば内臓脂肪を減らすようにと言われたのではないでしょうか。しかし実際問題として、太っていることは自覚していても、それ以上の症状を感じないため、いくら痩せるようにと言われても緊迫感も感じられず、やる気も高まらないのではないでしょうか。そこでこの動画では、ダイエットのモチベーションを高めることを目的に、内臓脂肪に焦点を絞り、その内臓脂肪が溜まってしまうことがいかに体にとって危険であるのかを解説していきます。この動画を見ることで、内臓脂肪を減らさないとまずいぞという気持ちになれ、自然と食事の管理や運動へのモチベーションを高めることができるでしょう。ぜひ最後までお楽しみください。内臓脂肪とは、内臓脂肪を簡単に説明すると、それは腹筋よりも内側で内臓の周りにこびりつくようについている脂肪のことであると言えます。腹筋よりも外側にあり、手でつかむことのできる脂肪は皮下脂肪と呼ばれるもので、内臓脂肪とは異なります。この内臓脂肪と皮下脂肪とを合わせたものが一般的に体脂肪と呼ばれるものとなります。これら体脂肪は生活習慣病の原因として持ち出されることが多いことからも、あたかも私たちの敵であるかのように思われがちですが、本来的な位置づけとしては、私たちにとって必要不可欠なものであり、貴重なエネルギー源となるだけではなく、さまざまな物質を分泌し、体の機能を調整する役割を担っています。問題はその体脂肪の量です。現代人は食生活の急激な変化や過度なストレス環境下での生活に対応しきれず、脂肪の分解よりも蓄積のペースの方がはるかに勝り、脂肪が有り余った状態になってしまっている人が多くいます。体脂肪の量がバランスの取れた状態を維持できていると、むしろ健康にとってはプラスの影響を及ぼすのですが、そのバランスが崩れてしまうと、体脂肪はたちまちに体の健康を害する立ち位置に移動してしまいます。そして私たちの健康に特に影響を与えやすいのが、この動画のテーマでもある内臓脂肪です。内臓脂肪が過剰に溜まったことが原因で、脂質異常症、高血圧、高血糖となってしまうのが、メタボリックシンドローム、いわゆるメタボと呼ばれる状態です。このメタボの状態は、この動画でこれから詳しく解説をするように、脂肪肝、糖尿病、がん、動脈硬化といった生活習慣病につながってしまうわけですが、問題はその自覚症状が出にくいということです。つまり健康診断でメタボだから痩せるようにと言われたとしても、普通に生活や仕事ができてしまうため、その危険性に気づかずに対策をしないまま過ごしてしまいがちなのです。自覚症状が出てからでは遅いと言っても過言ではなく、自覚症状が出る前に早期に対策を打つ必要があります。さて、その対策方法についても気になるところですが、結局のところ運動習慣を持つことと食生活に気を使うという2点に集約されてしまうので、この動画ではその点には特に触れず、内臓脂肪が過剰に溜まってしまうことの危険性についてさらに深掘りして解説していきます。内臓脂肪が増えるとなぜ危険なのか。それではここから、内臓脂肪がいかに健康にとって悪影響を与えるのかという話をしていきます。内臓脂肪と高血圧、高血糖、結論から述べますと、内臓脂肪が過度に溜まってしまうと高血圧、高血糖になり、動脈硬化や糖尿病の発症確率を高めます。そしてそのプロセスにはインスリンというホルモンが大きく関係しています。内臓脂肪はその量のバランスが取れた状態ですと善玉物質を出し、健康状態を維持する役割を果たしますが、バランスが崩れ増加してくると悪玉物質が増え、結果としてインスリンの効き目が悪くなります。インスリンとは膵臓から分泌されるホルモンの一つで、食べ物から消化吸収し、血液中に取り込まれたブドウ糖をエネルギー源として細胞の内部に移動させ、血液中のブドウ糖の濃度、つまり血糖値を下げます。しかし内臓脂肪が過剰になり、悪玉物質が分泌されたことによってインスリンの効き目が悪くなると、血糖値が下がらないだけではなく、細胞にエネルギー源を届けることができません。
その結果どうなるのかというと、脳が膵臓に指令を出し、インスリンをさらに分泌させます。そして高い濃度のインスリンは体から余分な塩分を排出するのを防ぐと同時に、交感神経を刺激し血管を収縮させるため血圧を高めることにつながります。つまり内臓脂肪が過剰な状態でいると高血糖になり高血圧になってしまうわけです。それに加え、そうした高血糖高血圧の状態が維持され続けていると血液はドロドロで血管は傷つけられ、動脈硬化になり脳梗塞、心筋梗塞、腎不全といった恐ろしい症状が待ち受けています。別に自覚症状がないから大丈夫だと高をくくっていると、知らず知らずのうちに健康が害され、気づいた時には取り返しのつかない症状に悩まされてしまうことになる理由がお分かりいただけたかと思います。内臓脂肪とがん。さらにそれだけではありません。内臓脂肪が過剰に増加した状態は大腸がん、子宮体がん、膵臓がん、腎臓がん、乳がん、肝臓がんなど様々ながんの原因となり得ます。内臓脂肪ががんの原因となる仕組みについては、これまたインスリンが関係しています。がん細胞というのは本来の細胞の決まりを無視して増え続けるという特徴があります。そしてインスリンが増加した状態が長く続くと、細胞が増加しやすくなり、細胞が自動的に死ぬアポトーシスという現象が起こりにくくなります。つまり先ほど解説をしたように、内臓脂肪が過剰な状態が続いていると、インスリンが通常よりも多く分泌され続けるため、結果としてがん細胞が生まれやすい環境を体内に作っていると言えるわけです。以上のように内臓脂肪が過剰な状態を続けていると、高血圧、高血糖、そして糖尿病から動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞、腎不全、さらにはがんの発生の原因となってしまうことが分かりました。この動画ではこれ以上の解説をいたしませんが、他にも過剰な内臓脂肪は認知症、腰痛、便秘、歯周病の原因となることも知られています。以上いかがでしたか。この動画では減らさないとまずいと言われているけれども、どうして減らさないといけないのか、いまいちピンときづらかった内臓脂肪について、それがいかに健康にとって危険な物質であるのかということについて解説してきました。内臓脂肪がいかに危険であるかを理解したことによって、運動習慣を作ることや食生活を見直すことへの緊迫感が増し、やる気が高まったのではないでしょうか。ちなみに自分の内臓脂肪が過剰かどうかを知る目安としては、男性でしたらウエストが 85cm、 女性でしたら 90cm を超えていると対処が必要なレベルです。また身長と体重から割り出される BMI という肥満指数においては、 BMI 値が25を超えると隠れメタボと言われるように、対策が必要であると言えます。この動画では内臓脂肪の危険性への理解を深めるということを目的としていたので、内臓脂肪を減らすという具体的な方法については触れておりません。しかし結局のところ、その方法は運動習慣を作り、食生活を見直すということにつきます。ダイエットや健康に関するハウツーはこのチャンネルでも多数公開しておりますので、合わせてご覧いただけますと効果的です。何か一つでもご参考いただけましたら幸いです。このチャンネルでは心、技、体、知という4つの側面から、個人の能力を高め、その人が社会の中で楽しくストレスなく自分らしく過ごせるようになることを目指しています。 SNS では動画の内容を復習コンテンツにして、動画の公開から2日後、2週間後、2ヶ月後という記憶の定着に最適な感覚で配信しておりますので、ぜひそちらも連動させてお楽しみください。またこれまでの動画をメンタル、健康、モチベーション、人間関係、その他特集シリーズというように役立つ知識やハウツーを再生リストにしてまとめておりますので、気になるジャンルがございましたら、ぜひ他の動画もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。